メモリーテックホールディングスグラフィニカ株式会社グラフィニカは日本の CGVFX スタジオメモリーテックホールディングスの子会社 3DCG 映像制作色彩設計色指定検査アニメ制作作画アニメ撮影編集 VFX グラフィックデザイン特殊効果遊戯機映像制作 3D 立体映像を 主な事業内容とする。日本動画協会制会員。前身は株式会社ゴンゾのデジタル部門。アニメーターの板野一郎がアドバイザーとして在籍している。2009年4月、株式会社ゴンゾのデジタル部門を QTEC へ事業譲り受けして発足。同年5月営業開始。2010年4月、QTEC グループの株式会社デコロコを吸収合併。 同年5月、ネディマクより、杉並区成田東の旧テッククリエイティブセンターに移転。2011年4月、アニメ制作、作画スタジオを開設し、OVA、ヘルシング 8X の制作開始。2013年4月、初のテレビアニメとなる、僕は王様を制作。2017年10月、初の30分枠テレビアニメシリーズの単独元受けとなる。 12対戦を制作。CG 専門スタジオから総合的なアニメーション、制作会社への転換を図る。2017年11月30日、TYO アニメーションズを古会社化し、称号を株式会社夢フトカンパニーに変更。2018年7月、AVEX クスピクチャーズの連結子会社となる、制作会社フラグシップラインを同社との合弁で設立。 制作内容がアニメーションの作品は制作元受け作品でもある。ありがとうございます。